FM Port. The time now is 4 p.m. なにしてんそれ。ツイッター。リツイート。ラグベリーの。なんだ。ラグベリーの。ラグベリーの。The wonderful holidays。何回取れたって前に立ち上がるヒーロー。大切なものを今守るため進め進め進め。2月16日日曜日、時刻は午後4時を回りました。はい、今週もスタートしました僕らの番組、ラフベリーのラフな休日。こんにちは。こんにちは。ナビゲーターのカズです。ゆうへいでございます。はい、2月になりました、はい、2月ですね。そして最近僕はツイッターデビューをしましたねえ、わからないことだらけで、本当にね、僕に電話してきてどうすればいいなんて嘆いてましたけど、いや本当に、ね、大丈夫ですか。いや全然大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。本当にね、うん、まだ全然理解できてないですね。弱いもんね、機械系がね。 SNS が特にね、ダメなんですよ僕。あ、本当。 Facebook もそうだし、機械音痴なんですよ僕。そうなんですよ。でも昔から簡単だよ。なんだろう、結構ね、まあ後で話すけど、つぶやけばいいだけなんだもん、ただ単純に。なんで僕のこういうなんか無意味なあれをお気に入りにするのかなとか、うん、本当に、うん、で なんでこれをリツイートするのかなとか、うん、のすごくね、問題っていうか不思議だらけな SNS です。ハテナハテナが、なんか人から言われたんですけど、うん、Facebook が難しいから、うん、Twitter してくださいっていうメッセージ結構。え、どういう意味？ Facebook の方が難しいから、うん、Twitter やってくださいっていう、結構あのファンの方からね、言っていただいたこと何回もあったから、うん、でもやってみたんですけど、うん、僕からしたら全然 Twitter の方が難しいですよね。全然難しい。 Twitter の操作方法、メッセージ募集しています。いやでも、はい、僕はもう完全なツイッターですからね。まあまあそうだよね、うん、まあ、そうだよね。ツイートする人ツイッターですから、うん、つぶやく人まあ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 、うん、こんな感じでね、まあまあ、番組も始めていきましょうよ。相変わらずね、僕の話をね、カズ君は流すんですよ。ようやく今日ね、うん、メッセージめっちゃ来てるんだよ。そうなんだ。そうなんですよ。そういうことだ。そうなんです。紹介していこう。はい、はい、それでは紹介します、はい、ラジオネームみゃんこさん、はい、カズさん、ゆうへいさん、ラジオお疲れ様です。寒くなって体調は大丈夫ですか？ところで2月22日はゆうへいさんの誕生日ですね。今年の目標は何ですか？よろしくお願いします。これからもラジオ頑張ってくださいということです。久しぶりのメッセージですね、みやんこさん、はい、お元気ですか？ね、みやんこちゃんね、今年の目標、はい、そうですね、たくさんあるんですけど、その中の一つを挙げるとするならば、はい、今年も精一杯やれることを、やりきって、そして楽しんで1年を過ごしたいです。はいはい、 OK OK です。もっと、いやもう下げてもいいんだけど、うん、掘り下げてもいいんだけど、掘り下げてもいい。なんかすごい、本当見る限り半端ない枚数だから、うん、ちょっとあれかね。そうなんです。でも目標はね、うん、いっぱいありますからね、うん、でも、うん、目の前の一つ一つのね、そうですね、はい、やりきっていきたいです。味噌汁ですよ。味噌汁、味噌汁途中にですよ。味噌汁の目標、味噌汁の目標はね、今よりも大人らしい男性になる。はい、ちょっとやっぱりね、子供すぎるので、あのピーターパンすぎるので。そうですね、もうちょっと、そうですねってまあ俺が言うことでもないんだけど、俺が言うことでもないんだけど、はい、まあまあそうですよね、そうですね、はい、はい、次行ってよろしいでしょうか。はい、紹介いたします。ラジオネームマリさんです。カズさん、ゆうやさん、こんにちは。元気になりました。おお、よかった。お二人からのメッセージ、ね、ラフベリーファンのお友達のサプライズ、すごく感動して、嬉しかったです。ありがとうございました、うん、2月といえばゆうへいさんのお誕生日なんですが、24日が誕生日の旦那さんにお二人からおめでとうが欲しいです、うん、ハッピーバースデー歌ってください。笑いてきたねいやね、先週ですね、僕歌いました、ハッピーバースデー、はい、すごい、その今でも覚えてるんですけども、はい、このスタジオの雰囲気が、はい、滑ったっ、凍りついてしまったっていうね、冬だけにねちょっと怖いので、今日はカズ君に歌ってもらおうと思う。僕すごい、じゃあ短縮バージョンで歌います。 OK、 じゃあ俺がフューチャリングするよ。ハッピーバースデーディアマリさんの旦那さん、ハッピーバースデートゥーユー。これ滑るな、やっぱり。いやー、今お感じ完全にいい感じにちょっと入ったんじゃないの、上のコーラスね。マリさん滑ったよ。でもその滑った気持ちとは関係、裏腹に、うん、もうお祝いの気持ちがもう 100% ありますよ。オッケー、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。またライブを待ちてます、はい、一緒に来てください。
もう一件、はい、紹介させてください、はい、ラジオネームやすこさんです。カズさん、ゆうやさん、こんにちは。こんにちは。2月1日のレルイ祭前夜祭に行きました、うん、マフラーにサインありがとうございました。おお、去年のアルビ BB 以来のお二人だったのであえて幸せでした、うん、初めましてのラフトモさんたちにも会えて本当に本当に、幸せでした、うん、緊張しながらもカズさんとお話ししたけど、お話できたけど緊張でゆうやさんとはあまりお話できなかったので今度たくさんお話できたら嬉しいです。お話したんですか？はい、あのね、マフラーにね、うん、サイン書いたの僕覚えてます、書いていいんですかって聞いたら、うん、書いてください、赤いマフラーだったかな、確か。すごいね、うん、カズの好きな赤な、真っ赤なマフラーだった気がするんだよな、確か。また待ってますね、うん、今度またゆっくりお話しましょう。よかったら僕とも、はい、はい、ぜひぜひ。そんな、やすこさんからのリクエストで、はい、届いてますので、はい、その曲を聴いてもらいたいと思います、はい、で聴いてください、ラグベリーで Rise Up、はい。Everybody sing a song tonight.
さて今週も始まってます、はい、ラフベリーのラフな休日お届けした曲は、はい、ライズアップでライズアップでした、はい、前回のねレルヒ祭でも、うん、僕たち1曲目で歌った曲ですね、はい、歌いました、はい、レルヒ祭ね、はい、レルヒ祭無事終わりましたが、うん、どうでした上越の寒かった寒かったでしょ、うん、スキー場だからねスキー場去年よりも寒かった気がしたなそうだね、うんまあ、歌う時間帯もね今回は夕方というか、ね、夕方というかもう日が落ちてましたもんねそうだね、うん、いやでもスキー場の花火って素敵じゃないですか、うん、そうなんです花火が上がったんですよね、うん、すごいねあれ毎年ですよねあそうですか去年も上がりました去年は、ね、見れなかったなそうなんですよ、うん、ファンクラブツアーをやってたから、うん、夜まで入れなかったっていう ね終わってすぐ帰ったんでしたねはい、はい、でもすごい素敵な行事というか、うん、僕たちのライブの前にも、うん、告白タイムみたいなのもあってプロポーズされてましたねステージの上でいやーあれ良かったっすね坊主というか坊主にしてたねえそんなステージだって僕上がった時髪の毛バラッバラ落ちてましたもんねそうですねいやでも無事成功してね、うん、成功しましたね成功して良かったですよね、うん、いや良かった、はい、あれでもし失敗してたら僕たちどうしようかなって、ね、誓いの言葉を歌ったから歌ったよ、ね、これなせっかくだから、うん、ね二人のためになんつってそうそうそう歌えるねなんて話してたら、うん、成功してよかったですよねいや結果オーライですね結果オーライ今考えると怖いですね怖い怖い怖い本当怖いですよなんで僕らの前だったんでしょうねなんでそこに食い込んできたんでしょうねそうなんですねすごくねそれ実行委員会さんも、はい、不思議でしたね、うん、まあでもまあまあまあ、うん、結果楽しくライブができましたね。できましたね。来年も行けたらいいですね。そうだね。やっぱ数のね地元だからね、うん。そうだね。特別な思いもありますか。いや本当に、うん、上越市でのライブはね基本やっぱちょっと特別な雰囲気ですか。気持ちになりますよねやっぱり。だからまあまあこれからもね。特別というのは？特別やっぱマイホームだからね。おい。やっぱそうですよね。まあそんなレルヒ祭のメッセージが、はい、結構本当にたくさん来ててくれて。そうなんです。もうじゃあバンバン紹介していきますか。いいですか。はい。紹介します。ラジオネーム黒猫さんです。カズ君、ゆうやくん、こんにちは。久しぶりにメッセージをします。最近は仕事だったりタイミングが悪かったりでリアルタイムでラフ級が聞けてないのが悲しいです。先日の上越金谷山スキー場でのレルヒ祭、前夜祭、お二人とも体調悪い中、ありがとうございました。本当に楽しかったですということですね。はい、黒猫さんありがとうございます。ありがとうございます。体調悪かったですね、カズ君ね。風邪気味でしたもんね、若干ね。そう、扁桃炎がねまだね、うん、残ってたっていうね。そうですね、はい、喉がね調子悪かった中でライブ、もう今だから言える、気をつけてくださいよ。そうですね、うん、本当に点滴を打ってライブに臨みましたから、うん、ね一言も楽屋で話さなかったもんねそうそうそう、極力喉を使わなかったっていう、ね、俺なんかその物もらいでしたからね、両方ともねはいはい、気をつけましょう。体調には気をつけましょう、はい、続いてのメッセージです。ラジオネームなっちゃん。なっちゃん、はい、カズさん、ゆうやさん、こんにちは。こんにちは。2月1日レルヒ祭前夜祭ライブお疲れ様でした、うん、レルヒ祭のライブが私の今年初ライブだったんです、うん、その初ライブがラフベリーで、しかも地元の上越ラフベリーで盛り上がり、いっぱい楽しめて幸せでした。いいライブ始めになりました、うん、ゆうやさん、物もらいは大丈夫ですか？治りましたか？カズさん、体調心配でしたが元気そうで良かったです。まだまだ寒い日が続くと思いますが、体に気をつけて頑張ってください。また上越にたくさんライブに来てくださいね。楽しみに待ってますということで。なっちゃん、ありがとう。ありがとうございます。物もらい治りました。はい、カズも喉治りました。僕も大丈夫です。もう、はい、ご心配おかけしました、はい、すいません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい来てますね。お、たくさんありますね。もう一回紹介します、はい、ラジオネーム千穂さん、はい、カズさん、ゆうやさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。先日のレルヒ祭お疲れ様でした。すごく寒かったですけど、うん、あの後風邪はひきませんでしたか？寒かったですね。風、あの後風邪ひきませんでしたかって。あの後、まあ、現在進行形ですからね。風邪ひいてましたからね、はい、結構そうですね。あの、体調はさらに悪くはならなかったですか？うん、あ、本当です。もう一回こじらしてるからね、僕の場合は。そうだよね、はい、もうどん底まで落ちてるからね。そう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 、あと上がるだけ、あと上がるだけだったから大丈夫でした。よかった。千穂ちゃん、ごめんね、はい、ゲレンデでの、ライブはとっても素敵でした。誓いの言葉すごく胸に響きました。うん、うん、いいことですね。お二人に質問です、はい、お二人は恋をすると自分からアピールするタイプですか？ということです。お、またするとしたらどんなアピールをするんですか、教えてくださいと。これお二人、うーん、自分からアピールしますよ。そりゃします、します。それはしますよ。完全にしますね。もう完全に犬ね、どっちかっていうとイノシシ系でしょ。ちょっと申し訳ないでしょ、はい、もう当たって砕けろじゃないですけどもう本当砕けじゃないでしょ。砕けることもあるけど、うん、それは、うん、
でも本当にもうアピールはもう砕けることありますか？ありましたか？今まではありますよね、砕けること。はい、ありました。ありますよね。僕初めての国学が砕けました、うん。はいはい、中学、ね、何年生？2年生ぐらいですかね。あ、本当、はい、大好きな子あの公園に呼びまして、うん、好きですと砕け散った、うん、もう砕け散りましたね。あ、本当、うん、見事に見事に、はい、粉砕しちゃった。粉砕しました。帰り道ね、さすがかったですね。あの気持ちだけは今でも忘れませんわ。そっか、はい、いや本当ね。どんなアピールしますかということですね。するとしたらどんなアピール、うん、もう完全にもう好きってこともバラすよね。電話メールで絶対もう誘うからもう、うん、え、どういうこと？どういうこと？いや飲みに行こうとか。ああ、はいはい、ご飯食べ行こうとか。バラすってどういうこと？もう最初に言っちゃうの？いや好き、いやそんな言わないけど、でももう誘えばさ、うん、大体わかるでしょ。わからない、まあ、まあそうだよね。でしょ、そんな好意のない相手は誘えませんもんね。そう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 、うん、だから、うん、そうですね。千穂ちゃん恥ずかしいなこれ、うん、でも本当そうですよね、うん、誘ったりしますね。誘ってうんご飯食べ行って積極的に何回かご飯食べ行って。サプライズ好きですか？なんか仕掛けますか？あ、サプライズ ね、 いやでもね、お店に行ったらそういうの僕なんか苦手なんですよね。なんか逆に仕掛けちゃうっていうか自分が。はい、あ、それ好きですか？どうでもいいや、もうやめた。数のアピール話だって俺にはどうでもいいわ。膨れ上がっちゃうよ、ちほちゃん。もうここで終わりにしましょう。はい、はい、終わりにします、はい、そういうことです、ちほさん。続いて続いてです。ラジオネームマリリンさん。はい、カズさん、ゆえさん、あれ大丈夫ですか？テンションしてます。大丈夫大丈夫大丈夫。カズさん、ゆえさん、こんにちは。こんにちは。久しぶりのメッセージです。レルヒさん、お疲れ様でした。久しぶりのライブ、はい、最高に楽しかった。初めてラフベリーのライブに行った友達も楽しんでくれました。幸せなひとときをありがとうございました、うん、ラフベリーのお二人に相談と質問です。はい、私には絶対叶えたい夢があります、うん、それは美容師です。夢を叶えるのに大事なことってありますか？それとカズさんとゆえさんは小さい頃から、歌手になりたかったんですか？よかったら教えてくださいということです、うん、美容師、夢を叶えるには夢を叶えるに大事なことってありますか？大事なこと、それはすごくね思うんですけど、うん、まあ、当然ちゃ当然なんだろうけど、うん、まず願い続けること、うん、とあと人に言うことっていうすごい大切だなって最近すごく思いました、うん、夢を叶えるために、うん、やっぱ誰かに言えば言えばっていうか、うん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 、分かる気がする。分かるでしょ、うん、なんか自分へのその意志をさらに強めるというか、そう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 、うん、なんかその2つがすごく大事だな。他にももちろんね、うん、努力しなきゃいけないこととかすごくたくさんあるんだけど、うんうんうん、でもまず何って聞かれたら願い続けることと人に言うことかななんて僕は思います、うん、いや、ゆうじくんはいいんじゃないでしょうか。でもどうだろうね、やっぱそうだね、諦めずになんかいろいろ多分夢を叶えるにはやっぱいろんなその険しい道があると思うんですよ、ね、楽じゃないと、うん、そのぶつかった壁を乗り越えていけるかじゃないですかね、うん、そうだね、うん、美容師さん乗り越えていくこと、うんうん、諦めずに、そうですね、うん、素敵な仕事ですもんね。そうですね、うん、マリリンちゃん、 なんていうかやっぱすごいと思いますよね、美容師さんってセンスだからね。あとなんかすごい、うん、元気になるじゃないですか、やっぱり。そうだね、切ってもらった後とか、うん、僕たちもね、うん、こういう仕事してると、うん、やっぱ美容師さんと関わることすごく多いから、うん、やっぱすごい改めて素敵な仕事だななんて思います、うん、思います。絶対夢を叶えてください。頑張ってください。頑張ってください、はい、もう一件紹介させてください。ラジオネームピースケさん、はい、ゆうへいさん、かずさん、こんにちは、先日のレルヒサイのライブ見に行きました。寒いスキー場を熱くするライブで僕も胸熱になりました。さて僕の姉ちゃんはラフベリーの大ファンです、うん、姉ちゃんの車に乗るといつもラフベリーの曲がかかっています。運転以上に熱心に歌っている姉ちゃんには僕はハラハラしていますかっこ笑いですってことですね。ぜひ姉ちゃんの大好きな約束の歌を流してくださいということです。姉ちゃんいつもありがとうってメッセージも添えてありますね。本当ありがとう、本当やな、ピースケ君、うん、OK、うん、リクエスト来ましたね。はい、じゃあもうせっかくだから聞いてもらえますか。はい、じゃあ聞いてください、はい、ラフベリーで約束の歌。遠く離れ
しまだ肌寒い風が吹いた。また新たな時計の針が動き出した。全てが初めてでためらうこともあるけど、大丈夫、君なら大丈夫。いつか君は本当は何がしたいかもわからなくて、今実はすごく不安だよ。涙こらえて君の心の奥の気持ち話してくれたね。次は僕が君のその背中を押せるように。遠く離れていても分かってるから、君の夢はいつか大きく開くことを。この声言葉が届く時まで I will promise you、 これは約束の歌。いつかの夜泣きながら突然の電話、何があったのって聞けば何でもないと。強がってても震える声にありったけの言葉を精一杯探しては並べたよ。君一人抱え込んだ痛みと孤独を少しでも分け合うことはできていますか。背景大切な友よ、こんな無力な僕だけど近く見ることをどうか忘れないでほしい。遠く離れていても分かってるから、君の夢はいつか大きく開くことを。この声言葉が届く時まで I will promise you、この先起こる全てのことにきっと特別な意味があって、決して楽なことなんかじゃないだろう。いつかまた悩んだ時にこの歌が君の隣で少しでも支えになるよ。声が枯れてでも歌い続けよう。そしてこの言葉をいつの日も胸を張って進んでいいんだよ。君の夢はやがて大きく羽ばたくだろう。馬鹿げたことだと誰かが笑っても I will promise you、 これは約束の歌。僕たちがお送りしました番組、はい、ラフベリーのラフな休日、うん、たくさんメッセージね、紹介させていただきました、はい、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。だけどそのおかげで、はい、僕たちが、はい、僕たちのつまらない会話を、はい、そういう何何何何せずに済みました。皆さんのメッセージのおかげで、ね、楽しいメッセージのおかげで、はいはい、もうちょっとだけあるんですよね。はい、紹介します、はい、ちょっとこれはね、うん、相談メッセージです。お、いいでしょうか。はい、ラジオネームみちかさん。みちかさん、はい、ゆうへいさん、かずさん、こんにちは。毎週この時間を楽しみにして聞いています、うん、突然ですがラフベリーのお二人に恋愛相談です。恋愛相談、はい、私は去年同じクラスの男子と夏休み頃に会おうと突然言われて
断ることができなかったので、会いました、うん、そのことをきっかけで何度か近くの公園とかで時々会う約束をしては話をしてバイバイして終わっていましたけれど、夏休みが明けてから数日までは普通に仲良くしていたのですが、急に話す機会もなくなり、なんとなく気まずくなり始めて今に至ります。ん、うん、うん、夏休みに会おうと言われて、うん、夏休みに会ってたんですね、公園で、うん、だけど、うん、その後から、うん、まあ会わなくなる、夏休みが終わって、はい、うん、会わなくなったと、はいはい、で今気まずくなってると、ちょっと気まずいと、はい、はいはいはい、今は全く話さなくなりました、うん、なので気まずいままです、うん、たまに自分で向こうは私のこと好きなのかなと思わせぶりな行動ばかりを取ります、うん、向こうはどういう気持ちなんでしょうか、そしてこの気まずさをどうしたら解消できるのでしょうか、うん、またあの時みたいに仲良く、していたいです、普通に話がしたいです、どうか悩みを解決させてください、はい、よろしくお願いします。お互いが多分ね、そういうちょっとギクシャクした関係というか、うん、なってると思うんですよね、うんうん、こういう時はね、みちかちゃん、うん、もう自分から行くべきですよ、うん、自分からちょっと勇気を振り絞って、うん、そうだね、この男の子は多分、うん、あれだね、踏み出せていないね、そう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 、うん、だから多分もう自分から、うん、私のことどう思ってるって、私はこういう風に思ってるんだけどって、そうだね、そこまでストレートに言わなくてもいいかもしれないけど、ね、きっかけを与えてあげればいいかもね、そうだね、うんうん、ちょっとしたどう思ってるのぐらいは本当に、うん、好きな子いるの、うん、なんて話してみたりだったり、うん、ちゃんとじゃあ勇気を振り絞って一歩出して、一歩踏み出してください、うん、またそれで変わると思います、状況は、うん、絶対状況変わると思う、うん、変わったらまたメッセージください、はい、いやいいですね、いやいいです、頑張ってください、頑張ってください、頑張れてるもん、頑張って、頑張ってください、そうだよね、応援してます、いい出会いしてね、はい、はい、ということ で、ね、はい、メッセージはここまでです、たくさんのメッセージありがとうございました、いや本当に今日たくさんメッセージいただきました、うん、本当に、ね、毎回こんぐらいねいただいても本当に嬉しいことなので、うん、頑張って紹介します、はい、はい、本当僕たちにねこういう相談したいことがあれば、うん、FM ポートのホームページからか、メールアドレス raf@fmport.com、 ファックスは 025-240-7900 まで送ってください、そしてお手紙は 950-8579、はい、FM ポートラフベリーのラフな休日まで、たくさんのメッセージ感想ご意見お待ちしております、待ってます、はい、今日はここまでですかね、はい、ラフベリーのラフな休日、ここまでのナビゲーターはラフベリーのカズとゆうへいでした、それではまた来週、バイバイ、バイバイ。